したない。ワン、ツー、ワン。鈴井さん、よろしくお願いいたしますね。よろしく。それはそれはとっても楽しみですね。でも有利すぎてもつまらないでしょ。やっぱり君は特別だ。これはほんの気持ち程度ですが受け取ってください。は？あ、ごめん、怖がらせちゃったかな。まったく、聞けば聞くほど規格外の学園ですね。転校してきてよかったです。この子には恐怖って感情はないのか。特にトランプでは無敗なんて話も。無敗？それはすごいですね。ぜひ一度お手合わせを。いやいやいや、無理です。できません。許してください。は？許して。ゆめ子、ここまで言ってるんだし。すまんないの。ねえ、本気？まだやるの？だってあれで終わりじゃまるで生殺しですもの。鈴井さんおっしゃってましたよね、放課後はあちこちで賭場が立つって。どこですか？鈴井さんも一緒に行きましょう。早乙女、公式戦を挑むほど追い詰められていたのか。鈴井さん、公式戦というのは？どうでしょう、私と一戦。我が研究会オリジナルギャンブル、成果しかで。面白そうですね。ぜひお願いします。まぬけな名前ってことですね。あ、傑作ね、鈴井さん。生徒会長のおっしゃる通り、あなた本当に面白い。まあ、そんなに褒めていただくとなんだかこそばゆいですね。想像以上です、この学園。いえ、生徒会長は。誰かパトロンになってくれないかにゃ。なんなのこいつ、頭おかしいんじゃないの。行こう。ゆめ子、何やってんだ。冗談の通じない方たちですね。で、鈴井にゃん。わかったから。あら、なんだかハマってしまいそうです。尻尾もつけた方がいいでしょうか。よしなさいって。不安、焦燥、怒りと絶望、見慣れた校内の景色でさえ歪んで見えてきます。この感覚たまらない。服を脱げ、ストリップしろ。くそ、何話してんだ。つか、離れろ。どこ触ってんのよ。あら、これは失礼しました。別に。別にいいけど。ありがとうございます、メアリーさん。ちょ、まあ、もうひっつくな。なんかすごい仲良くなってる。わかれよ。ではお言葉に甘えて。持ってけ持ってけ。お受けしましょう。何言ってんだよ、こんなギャンブルいくらなんて。嘘だろ。いや、今月結構厳しくて。お願いできませんか。わかった、僕も男だ、やるよ。ありがとうございます。ネクストシンガー、ユーメイコーカモン。はい、では歌います。仰げば尊し。はぁ、あ